こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回はですね、ミニマリストの夏服はこの5点だけあればいいというテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなと思っています。まあ、僕自身はですね、皆さんも知っての通りですね、決してミニマリストではないんですね。職業柄いろんな服を買ってですね、試しながら皆さんに良いものをご紹介するので、それなりに服の量は持ってるんですが、考え方とか思考性としてはですね、結構ミニマリスト的な部分が強いんですね。 毎日違った着こなしで様々なコーディネートを楽しみたいというよりはですね、ある程度パターン化して少数精鋭の服の中で着こなしを楽しみたいという方が僕は強い人間なので、 割とですね、ミニマリストの方の気持ちっていうのは、ある程度は理解してるつもりなんですね。僕の動画を見ていただいている皆さんも同じようにですね、あんまりたくさんの服があるのは、帰ってめんどくさいなとか、そこまで毎朝服を選ぶ時間がないという方も多いかなと思うんですね。そういった方にとっては、今回の動画はかなり役立つと思います。様々な夏服の中でも厳選して、 5点にですね、絞り込みまして、まあ、これを持っておけば、最低限の着こなしが回るよというところですね、皆さんにお伝えしたいなと思っています。今僕は5点と言いましたが、それにプラスして、ある1点を足してあげると、さらにですね、着こなしがこなえて見えたりだとか、おしゃれに見えたりするので、ま、5点プラス1点ということで、ぜひ皆さんですね、最後までお楽しみいただきながら、少数声援の服で、 なるべく夏の着こなしを存分に楽しむというところ、少しでも今回の動画で感じ取っていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで、まずは一つ目のアイテムから皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、もう皆さんもご存知の通りですね。まあ、一点目はこの T シャツですね。 エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツですね。まあカラーバリエーションがすごく豊富なんですが、その中でもミニマリストの方におすすめなのは、 もう断然、今僕が着てるこちらのグレーですね。まあ本当にね、僕も今まで何色買ったかな、6色、7色ぐらい買ってきたんですが、その中でリピートすることが多いのはこのグレーなんですね。まあ都会的な色合いでシャープにも見えるんですが、まあブラックとかもいいんですけども、ブラックを着てしまうと結構ボトムスとの兼ね合いで全身黒になってしまう可能性が高いんですね。 ですので、ちょっと色の変化をつけたいなというところ、それから汚れがあんまり気にならないというところで、このダークグレーはすごく一枚あると便利なアイテムなのかなと思っています。まあその他にもね、えっと、オリーブとかもすごくいいと思うんですよね。まあ深めの色で、これもですね、割とこう黒パンとかにも相性が良かったでするので、オリーブなんかもいいかなと思うんですが、まあシャープな感じを出したいなら、このダークグレーがすごくいいと思いますし、あとはちょっとトレンド感だとか、 人との違いを出したいのであれば、オリーブなんかもいいかなと思いますし、まあ理想を言えば、このあたりは1500円というところで買いやすいんですよね。そして1枚だけで回すというよりは、まあ2枚3枚ぐらいあってもいいんじゃないのかなと思います。というところで、まあ2色ですね。 オリーブとこのダークグレーが個人的にはおすすめなんですが、まあ第一希望はこちらですね。まあいくつかいい点があるんですが、ユニクロの数ある T シャツの中でも、個人的にはね、ミニマリストの方にはこちらがおすすめなんですね。もう一つ100%コットンのこちらのオーバーサイズ T シャツ、ユニクロ U のものがありまして、先日のユニクロで選ぶ T シャツランキングではこちらを1位にしてあったんですね。ただ、 今回のテーマとして、ミニマリストの方におすすめという形であれば、このエアリズムコットンの方が個人的にはいいかなと思います。まあ、いくつかポイントがあるんですが、まずはリラックス感があるようなサイズ感ですね。まあ、腕もちょっと長めになっていて、身幅もゆったりです。 僕は身長 164cm の 53kg で通常は S サイズが適正になるんですがあえてワンサイズを上げていますねそうすることでさらにトレンド感が出るようなサイジングになるんですが、まあ、このような T シャツ1枚のスタイルってとにかくシンプルで地味に見えてしまうというところがあるんですねですので定番的なタイトな T シャツを着るとすごくですね退屈な着こなしになってしまうのでこのエアリズム T シャツのように少しゆとりがあって着ただけでトレンド感が出るようなシュレットと というのは結構ミニマリストのシンプルな着こなしの中では重要度が高いかなと思います。そして表面はコットンなんですが内側はですねエアリズムの素材感になってましてサラッとしていてすごくですね肌触りもいいんですね。そしてコットン100%のものに比べると洗濯した後の乾きやすさここもですね断然こっちの方が早いですしそれだけではなくて結構シワになりづらいというところここもですね大きな違いだと思うんですね。 こちらもいいんですが、やはりですね、洗濯機で回せば、それなりのシワが出るので、T シャツって、やっぱりね、こう、カジュアルなアイテムなので、シワ感が強いと、あまり上品に見えないんですね。ですので、こちら洗濯した後はですね、軽くアイロンとか、スチームをかけたりするんですが、まあ、そんな形で一手間は必要になるんですが、こちらは、もうある程度ですね、シワがつきづらいような形になっているので、ミニマリストの方が気軽にこう、洗濯をするという意味でも、使い勝手が抜群なんですね。 ただまあ唯一の欠点としては、この首元がちょっと寄れやすいというところがあるので、まあストックとして2枚3枚あった方が、その点でも安心感はあるのかなと思います。まあ結構ですね、一番最初の頃に比べると首元の寄れっていうのもですね、出にくくはなってるかなとは思うんですが、まあ2枚3枚あるとすごく便利かなと思っています。 ま、この T シャツがね、やっぱり夏場一番快適かつ見栄えの良さというところも含めて、あとはですね、気軽に何度も買い直しやすいというところも含めて完璧な仕上がりだと思いますね。 他にはいろんなセレクトショップとかでも無地の T シャツは売っていますので、もうちょっとグレードを上げたいという方は、まあそちらでもいいかなと思うので、無地の T シャツで、なおかつちょっとこう、サイズイングはゆったりめのものというのが、結構ミニマリストのライフスタイルにも合いやすいかなと思うので、ぜひこちらはですね、何枚かストックをしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目なんですが、この着こなしのまま、どんどん下に下っていきたいなと思うんですが、ボトムスですね。まあ夏のパンツっていろんなバリエーションがありますが、やっぱり使い勝手はいいのはブラックのシンプルなパンツですね。あまりバリエーションを持たないというのがミニマリストの最大の特徴だと思うんですが、まあその時にやっぱり大切になるのは、合わせやすいことと履き心地がいいこと、そして適度なトレンド感だと思うんですね。 ま、土定番もいいんですが、ミニマリストというですね、響きからすると、ちょっとこう、センスの良さだとか、トレンド感を程よく取り入れるってところも、僕は大事な要素かなと思うんですね。そういった点で、今回ですね、皆さんに激推ししたいのは、僕の動画の中ではですね、最近、ご利用ししている最中なんですけども、タックテーパードパンツ、ユニクロのものですね、まあ、上下ユニクロで揃えてしまいましたが、 これがね、使い勝手が最高にいいですね。まあ、ユニクロの店舗で気軽に買えるので、ある程度こう買いが利きやすいというところは、まあ、上のエアリズムコットンと同じなんですが、まあ、適度にゆとりがあるので、この T シャツのですね、ゆるさとすごく相性がいいですね。まあ、ブラック単色ということで、上に着るものはですね、ブラックの T シャツだとちょっと重たいんですが、それ以外であれば、大体合ってしまうというところも、すごくありがたい点かなと思ってます。今のグレー系のものを合わせれば、まあ モノトーンでで着ここなししを作ることができますしオリーブ色なんかを使ってみるのもすごくバランスが良くてオリーブという綺麗な色を使いながらもボトムスはブラックで引き締めるのもいいと思います。なんせ汚れが目立ちにくいというのもいいですね。これが白パンとかだったらやっぱり汚れが気になりますしコーディネート結構何でも合わせやすいんですけども気軽に履きやすい商品ではないかなと思うんですね。そういった点で毎日履いていてもある程度上半身を変えてしまえば見栄えが変わるという意味 ではブラックのパンツすごくいいと思いますしこのタックテーパードパンツはとにかく生地が軽くてそんな厚みがないんですねで真夏でも結構風の通り抜けがしやすいので、まあ、これはですねこの2022年に出たもうミニマリスト必見のアイテムかなと思います個人的にもボトムスはこれ1本だけあればいいと言ってしまっていいぐらいですね気持ちがいいものなのでこれはですねぜひユニフォーム代わりに使っていただきたいなと思っています本当このボトムスは便利でまあ ちょっと今回はご紹介していませんでしたが、エアリズムコットンのこういったパープルみたいなですね、差し色でももちろんいいかなと思うんですが、こういったものでも相性がいいですし、ナンボトムスブラックにしておけば、上何を持ってきても似合う説というのがあるので、ぜひですね、このブラック系のパンツ、もちろんユニクロのスマートアンクルパンツだとか、感動パンツ、まあ細身のものでも全然問題はないんですが、ある程度快適さというところを求めるのであれば、このブラック系のね、タックテーパードパンツが最強かなと思うので、 ぜひこちらもミニマリスの方は必見ということでチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目もこの流れのままいきたいなと思うんですが、 足元ですね。靴はどうしようか問題があるかなと思うんですが、夏場、清涼感あるようなサンダルとかもいいんですが、まあ靴もあんまり持ちたくないよねっていうところであれば、まあスニーカーが使い勝手がいいかなと思ってまして、まあこのスニーカー何選べばいいのか問題もですね、いろんなブランドがあるわけじゃないですか。アディダスだとか、コンバースだとか、あとはナエキだとか、このあたりは定番的で使い勝手はいいんですが、今トレンド感があって、ミニマリストという ですね。言葉と結構ですね、マッチングしやすいのが僕はニューバランスだと思うんですね。 まあ僕が今ご紹介しているようなこういったちょっと緩めのサイズングのものとかあとはこういったちょっとスラックス調のですねセンタープレスの入ったような綺麗なパンツと結構ニューバランスってめちゃくちゃ相性がいいんですねもちろん白レザースニーカーとかでもいいかなと思うんですが、まあ、白レザースニーカーの良さっていうのは結構着回しがしやすいんだけどもデメリットとしてはちょっと汚れが目立ちやすいというところがあるんですがこういったグレー系のニューバランスのスニーカーっていうのはまあそこまで汚れが目立たないんですね そして様々なスタイリングにも合いやすいですし、トレンド感もあるというところで、このあたりは一足持っておくとすごく便利かなと思います。僕は動画の中でもう撮影用で用意してるのが992というシリーズのもので、これはなかなかちょっとこうレアなもので買いづらくはあるんですが、 990番台って結構定期的にいろんなモデルがですね、発売になるので、ここは結構高いです。ニューバランスのスニーカーって1万円周辺のものもあったりするんですが、結構ですね、最近トレンドになってるニューバランスっていうのは、1万6000円あたりの価格帯か、2万円台後半3万円台のものが結構多かったりするんですね。 まあちょっとですね、ハードルの高さはあるのは否めないんですが、なるべくですね、こういった T シャツだとかボトムスは消耗品感覚で価格を抑えて、その代わりこういった小物にはしっかりと投資をしてあげるのもいいかなと思うので、990番台、もしくはですね、僕が持ってるのはこういった 2002R というですね、これは16000円前後で買えるモデルなんですが、こういったものでもいいと思います。 あとは定番の996とかでもいいと思いますし、15000万円前後でも結構いいものがあったやつので、いくつかリンクを貼っておきたいなと思うんですが、まあ、ニューバランスにはちょっと投資をして足元にトレンド感を出してあげるというのはすごく良い選択肢かなと思うので、まあこういったものを一足は持っておいていただきたいなと思ってます。まあ、このようなニューバランスのスニーカーであれば、季節は関係ないですね。もちろん夏でも使えますし、秋、冬、春も使えるので、まあオールシーズン使えるというところでは、まあ ある程度投資をしても元が取れるかなと思います。しかも結構ニューバランスってくたびれた感じもそれなりに味わいがあるので、まあ長く使えるという意味でもですね、ニューバランスのスニーカーはミニマリストの方にとってはもうマストなアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてですね、4点目はボトムスを変えてみたんですが、ショートパンツですね。 ブラックのショートパンツはミニマリストの方も1点は持っといて間違いがないかなと思います。まあ先ほどですね、タックテーパードパンツすごくいいんですが、やはりですね、真夏のめちゃくちゃ暑い時にはさすがに厳しいなとは思うんですね。 まあそんな時にはおしゃれも大事なんですがある程度快適に涼しいことも大事だと思うのでそういった時用にこういったショートパンツを一つ用意しておくと僕はバランスがいいかなと思いますで選ぶべきカラーはやっぱりブラックが使いやすいと思いますねあまり量はいらないのでそういった意味では着回しがしやすくてある程度こういったショートパンツのカジュアルさを締めてくれるのはブラックだとかネイビーのような濃い色なのでそこら辺を選択してもらうとまず間違いがないかなと思います 僕が今回入ってるのはユニクロのナイロンギアショーツですね。まあこれは名作ですね。 去年も買って皆さんにご紹介しましたが、まあ本当にバランスのいい一着で、まずは竹感がいいんですよね。結構最近は長めのものとか、ワイドすぎるものとかが増えてきている中で、まあ竹の長さもちょっと短めで、まあ動きやすいのと、まああんまり長いのだとですね、意外とこうバランスが悪かったりするので、これぐらいの竹感っていうのは使い勝手がいいと思いますね。もう少し竹が短いとさらにこなれては見えるんですが、女性からのですね、評判がもうすこぶる悪いので、 まあこれぐらいの竹の長さがもうギリギリかなと思います。 あと、裾の幅なんですけども、ここがですね、タイトなものよりは少しゆとりがある方が、まあ、今日的というか、トレンド感もあっていいので、そのあたりも含めてすごく使い勝手がいいのが、このナイロンギアショーツかなと思いますね。完成度は高くて、僕もこれは好きでよく履いています。アウトドアだとか、スポーティーな着こなしの中にもあってくるので、これは1個あっていいかなと思いますし、もう少しちょっと価格帯を上げたいだとか、気分を上げたいというのであれば、このあたりはですね、パタゴリアのショーツだとか、ノースフェイスのショーツ だとかそういったアウトドアスポーツブランドの中からチョイスをするのかもしくは グラミチですね。もう定番のグラミチを合わせるのもいいかなと思うので、まあそのあたりはですね、着用頻度によって分ければいいかなと思うんですね。まあなるべくショートパンツよりもロング丈のパンツの方がいいという方、僕も含めてそうなんですけども、そういう場合はショートパンツ履く時期としてはそんなに長くはないので、ユニクロで十分かなと思うんですが、もう夏場はほとんどショートパンツで過ごすという方は、ちょっと単価を上げてもいいかなと思うので、ナイロンギアショーツは1個持っておいて、まあ気軽に使いつつも、 ちょっとこう、よそ行き用ショートパンツではないですが、ちゃんとしたものをですね、グラミチなのか、もしくはノースなのか、パタゴニアなのか、このあたりから選択してもらうとすごくいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思ってます。ちなみに上半身とか靴に関しては先ほどと同じなんですが、 これだけだと個人的にはちょっと寂しく感じるんですね。ですので、ここはもうプラスアルファというところで皆さんにお伝えしたいんですが、何か小物を使って少しなんかオシャレ感を足してあげると、僕はバランスがいいかなと思うんですね。まあその点ですね、今回5点の中には含んでいないんですが、こういったキャップだとか、あとはサングラスとか、あとはカラーレンズ入りのこういったメガネだとか、そういったものを足してあげると、特にこういった T シャツと短パンスタイルだとめちゃくちゃカジュアだし、ちょっとつまんないなと思うので、ちょっとこのあたりを足してみたいと思います。このような形で、え、キャップをかぶってあげたいだとか、え、カラーレンズをですね、入れたサングラス、まあ、サングラスというか、メガネとサングラスの中間ぐらいなんですが、こういったものを入れてあげると、ちょっとね、こなれた感じは出てくるかなと思います。結構ミニマリストのスタイルって、 かなりシンプルなので小物使いが重要になってくるかなと思うんですね。まあ、結構前になるんですが、ミニマリストの方とのコラボレーションをさせていただいたことがありまして、その方もね、結構帽子をうまく使っていたんですが、このようなキャップというのは夏場は実際にあると日差しを避けることでもすごく活躍をしてくれますし、ちょっとしたアクセントにもなるので、こういった形でおしゃれ感を足してあげるというのもいいかなと思うので、ぜひですね、このようなシンプルな半袖短パンみたいなスタイルの時には、 キャップだとかこういったメガネというところうまく使いながらですね着こなしのバランスをとっていただければなと思っていますはい続いてラスト5点目は今僕が着ているオープンカラーシャツですねこれまたもう夏の定番的なアイテムで先ほどまでご紹介してきたものが結構カジュアル度が高かったと思うんですね トップスは T シャツをご紹介しましたし、あとは短パンなんかもご紹介してきましたが、まあ、その中で適度に小綺麗な感じが表現できるような襟付きのシャツも1枚あると便利かなと思うんですね。まあそういった意味ではこういった夏はオープンからシャツ、 これが定番になってくるので、ぜひですね、ミニマリストの方は1枚持っておくと便利なのかなと思っています。今僕が着てるのは先日ご紹介しました GU のものなんですが、これがね、個人的にはミニマリストの方にはすごく相性がいいのかなと思います。まずサイジングは少しゆったりめになっているというところで、裾も長かったりだとか、裾幅も広かったりするので、このあたりもバランスがいいですし、あとは色味ですね。このちょっとブルーとグレーの中間ぐらいの色味がですね、 結構品が良くて個人的にはめちゃくちゃいいと思うんですね。まあ素材的にもあまりシワになりづらいというところも含めて使い勝手もいいんですよ。しかも値段もこなれているので、これだったらまあ1枚だけではなくて2枚ぐらい持っておいても間違いがないかなと思うんですね。今こちらブルーを着ているんですが、ちょっとこうブラウンっぽいものも先日ご紹介しましたが、そちらのカラーと2色持っておいてもいいかなと思うんですが、すごく買いやすい価格帯で、なおかつトレンド感があって素材的に扱いやすいというところで 1>, 1枚持っておくと便利かなと思います。 で、ボトムスはですね、こういったブラック系のパンツなんかを合わせながらでもいいと思いますし、先ほどのショートパンツとかも相性が良かったりするので、まあそういった形で様々な着こなしにはまってくるというところでは、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ下にはですね、白系の無地 T シャツでもいいので、まあ手持ちのもので合わせていただければ、簡単にコーディネートが完成して、あとはですね、ニューバランスのグレートも結構こう、色のリンクもですね、作れたりするので、 この色合いが結構ミニマリスト的には今季一押しかなと思うのでぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。まあ今期はですね結構これに限らずオープンカラーチャツ結構いろんなものが出ていましてどれもいいんですがまあその中でも一番バランスが取れていて使い勝手がいいのは自由かなと思うんですね。これは僕の中でも意外性がありましたがぜひですね皆さんもチェックをしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、ミニマリストの夏服はこの5点だけあればいいというテーマで、皆さんに動画をお届けさせていただきました。 まあ相変わらずですね、シンプルで使いやすいものが多い紹介だったと思うんですが、あまりですね、カビにしすぎても良くないですし、かといってベーシックに過ぎると、それまた退屈なので、まあある程度色数というところは絞り込みながらも、トレンド感というところは少しだけ覗かせながら、ファッションを楽しんでいただくとですね、今回の5点の着こなしでも、ある程度素敵に見せることができるのかなと思ってます。まあミニマリストの方だけではなくて、ミニマリストになりたい方とか、ミニマリスト コスト的な思考を持ちながらもたくさんの服を持っている方とか、まあ、そういった方にもですね今回の動画の考え方を活かしながら少数精鋭のファッションをですね楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説は僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。 2週間に1度はですね、生配信もやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。またもう一つですね、オンラインサロンというものも運営をしています。 そちらはですね、テキストと写真ベースで、だいたい1日にですね、5記事ぐらい投稿してるんですが、なかなか動画を長く見る時間はないんだよなっていう方はですね、1回あたりだいたい1分ぐらいで読めるような分量になってますので、サクサクとメンズファッションの情報が手に入るので、そちらも気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただければなと思っております。以上、スターリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。